皆さんこんばんは。さあ始まりました、 au ペイマーケットライブ TV。 皆さんご覧いただきありがとうございます。さてさて皆さん、こちらねご覧いただいているでしょうか。ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、早速ねこんばんはとコメントも嬉しいです。ぜひ書き込みながらご参加ください。あ、ワクワクと、あ、私もねすごい楽しみにしておりました。ゆいちゃんとありがとうございます。さあこの番組はですね、 au ペイマーケットのお得なニュースをお届けしたり、気になる商品を皆さんと一緒にチェックしていこうという番組となっております。皆さんね今のようにコメントをいただけると私も心強いですし、まあ、楽しくねできるかなと思うのでよろしくお願いします。始まったよ、始まってるじゃないですか。さあ、まあ、今回のようにねウェザーニュースキャスターを起用した番組が今回7回目ということで、ねえあっという間ですよね。皆さんいつも楽しんでいただきありがとうございます。さあ今回はね私にバトンが回ってきまして、前回は年末の忘年会ということで同期のさやちゃんと一緒に出演させていただきました。今後も続々とウェザーニュースキャスターが出演する予定ですので、皆さんチェックしてください。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、本日私小牧が担当させていただきます。そして今後1月23日月曜日の19時からは檜山さやキャスター、そして1月26日木曜日の19時からは大島りのんキャスターが出演します。ライブ TV には視聴予約という機能もあるので、ご紹介をしていきたいなと思います、ね、なかなか平日ですので忘れちゃうという方もいらっしゃるかもしれません。一緒にですねこちらの方を開いていただきたいと思います。では私も画面でね、見ていきたいと思います。お、さやっち見てると、どうでしょうか。どうでしょうか。さあこちらをですね、スクロールしていきまして、ライブ TV というところがあります。ここを押していきましょう。そうするとよいしょよいしょ、下にですね、あ、視聴予約、あ、配信予定ですね、ごめんなさい間違えちゃいました。配信予定ここです。今配信中がこれですね、の隣の配信予定というところを押していただきまして、下にスクロールをするとどこだ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 、出てきますよ出てきますよ、檜山ちゃん、はい出てきました。はい、檜山さやちゃんが登場ですので、皆さんぜひここの右下通知予約というところを押してください。ポチ、はい、そうしますとね1月23日19時ライブ開始ですので、ちゃんと間に合うように皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。はい、というわけで、こちらの操作の方をご紹介していきました。そして、このライブ TV ではですね、SNS、公式 SNS での情報を発信しております。皆さんね、フォローしていただいているでしょうか。どうかな。はい、こちらですね、公式 SNS、 番組情報だけではなくここでしか見られない出演者のオフショットなども投稿しておりますので、ぜひチェックしてみてください。早速ね、ツイッターの方でも先ほどのカニカニしている私が載っているので見ていただければと思います。で、昨年の12月28日のさやちゃんとの忘年会の方では TikTok アカウントをねフォロー数伸ばすぞというお話をしていたんですけれども、番組開始前にたった2人だったんですよね。そこからのスタートってすごく難しいなと正直思ったんですけれど、現在まででなんと500人を超えました。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。でもですね、目標にはまだ達してないんですよね。はあ、残念。目標が、TikTok 1000人を第一の目標としておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。どうです皆さん、 TikTok のアカウント持ってます？アカウントを持ってなくてもねポチッとフォローしてください。そして、YouTube の方もあります。今ね画面出てきましたけれども、今回は YouTube のアカウントも登録していただけたらなと思います。
ね、いつも、ね、ウェザーニュースライブ見ていただいている方はそのまんまその流れで行っていただきたいなと思います。現在の登録者数が何人だと思います？何人かなYouTube はですね、約160人ということで、はい、あ、フォローしました、ありがとうございます。ちょっとね、今一旦離れてもいいのでフォローしてみてください。こちらも1000人を目指しているということなんですね。え、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。なんかあの1000人超えないと帰れないよみたいに言われたんですけど、今日私も帰れるように頑張りたいと思います。うん、フォローするために TikTok 作った。お、ありがとうございます。ぜひね YouTube の方もポチッと。いや、どれぐらい増えるかな。その増え方によってはなんか私のテンションもね変わってくる。カニはよって言われてますけれども、はい、まあ、このね番組ショッピングも楽しんでいきたいなと思います。さて、ここまで SNS のご紹介でした。そしてですね、この番組は切り抜きも自由ということで、あのね、前回も結構切り抜かれたんですよね。なんかこうお料理のシーンとかいろいろあったんですけれど、番組の感想などと一緒に SNS で、広めていただきたいと思います。今回はハッシュタグゆいちゃんとお買い物ということで、ハッシュタグをつけて拡散の方もよろしくお願いします。もうすでに私も番組前にハッシュタグをチェックしていてたくさんいただいているので、この後もご紹介していきたいなと思います。そして好評であればこの番組がね今後も継続していく予定ですので、皆さんのお力をどうぞお貸しください。さあ、まあ、今日もね出演させていただいてますけれども、前回は、まあ、とにかく楽しかったですね。あの皆さんからの感想を読ませていただいて、私とさやちゃんがこう一緒になる時間ってなかなかなかったので、そう、初めてあんなに長くね一緒に番組できて楽しかったですし、お料理も美味しかったですしね、盛りだくさんでしたよね。さあ、いろいろコメントもいただいておりますけれども、グッズはわからないですね。でもね、今置物がたくさんあるね、これまで購入してみた購入していたこのなんだろう、牛ちゃんとかあんこうとか、まあ、それぞれのこうキャスターの個性が出ていますよね、はい、私も今日お買い物していく予定なので、ぜひ何がいいか皆さんも相談させてください。さあ、ということで皆さんコメントもねいただいておりますが、早速一つ目のコーナーに参りたいと思います。一つ目は私のファッションチェックのコーナーです。ありがとうございます。さあ、ではちょっと立ち上がりましょうか。さて、今日もですね可愛い衣装を用意していただきました今日のポイントがですね、まずトップスが今トレンドのフリルもついているトップスですね。ホワイトでとっても可愛いです。そしてこのスカートなんですが、このね、チュール素材の中に柄がついているんですよ。で、歩くたびにこの揺れてすごく可愛いスカートになっています。はい、そして皆さんお気づきですか？私の今日のパンプス、靴の色はね、ブラウンなんですよ、まあ、秋冬らしくということで、ご用意していただいたんですけれども、来月はバレンタインですね。ね、もうそんな季節ですよということで意味も込めております。はい、もうそんな季節が進んでいきますけれども、今日のファッションチェックこんな感じでした。はい戻ります。慣れてなさが出ますね普段こんなことしないので慣れてないですね。さあさあさあ、ということで、ご紹介をしていきました。皆さんのね普段のファッションもぜひ教えてください何着てるよって。なんかもう春に向かっていくけどまだ寒いですもんね。あ、でも今週後半は結構ね気温上がりますよ。東京でもこう15度を超えていきますからね。そうなので皆さんね寒暖差を気をつけください。ということで、ここまで見ていきました。続いてのコーナーに参りたいと思います。さあ、気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、画面右下のカートのボタンを押すと商品がずらっと出てきます。今ね、たくさんこうスタ
タンプなども押していただいてますけれども、こちらの商品を今からご紹介していきたいと思います。ここですね、よいしょよいしょよいしょ、このここです。カートをピッピッと押してください。ピピピピ、はい、出てきました。今日はですね、こちらの商品をご紹介していきたいと思います。今回の商品は海の幸なのに大和さんの提供となっておりますぜひご購入の検討をお願いします。あ、ちょっと笑っちゃったこれ面白いですよね、海の幸なのに大和さん、ちょっとね、狙ってるんですかね面白くないですかこれ。でボイル本ズワイガニ足ということで、早速一つ目の商品です。こちらボイル本ズワイガニ足 2kg です。 2kg ってすごいですね。これはさあ、ちょっと見てみましょうか。ポチリ、詳細を見てみたいと思います。どんな商品なのかね、皆さんも一緒にこれポチッとしてみてください。そうするとページが飛びます。これすごいですね、海の幸なのに大和さんなんて呼べばいいの、大和さんすごいですね。ちょっと スワイプしちゃいますね。特大ズワイガニ、いやー、これを今日私も試食できるということで楽しみなんですが、特大3リットル厳選、わーすごい、山盛り 2kg、 他のカニでは味わえないらしいですよねー。さあこちらでね、商品の詳細を見ておりますけれども、あのちょっと訳ありということでね、普通よりもお得に買えるということで、特大、どれぐらい特大なのか見ていきたいですよね。1回だけの凍結、ワンフローズン、ワンフローズンっていうんだ、だからうまいって書いてます、あ、千葉さんもねおっしゃってますよ、おいしいよということで、はい、こんな感じで商品詳細見ていきました。パリパリいや食べたいですよ。皆さん普段カニって食べます？普段は食べ、私ね普段は食べないですよ。それこそ年末で家族で集まった時だったり、あとは、au ペイさんだったりぐらいかなね、実は私年末もカニ鍋をいただいているんですけれど、今詳細、商品詳細で見てて、例えばカニ鍋もいいですし、あ、漬けだれも美味しそうですね。ズワイガニ雑炊なんて贅沢なんでしょう。ホクホク、え、天ぷら？カニの天ぷらってあるんですか？え、カニの天ぷらって見たことあります？皆さん、すごい、あ、カニの炭火焼きですって、いろんなね食べ方をしたいなと思うんですけれど、まあ、それにはやっぱ量が必要なのでね、これぐらいあると嬉しいなって思います。こんな感じでご紹介をしておりますけれども、いかがでしょうね。あ、カニカマ好き、いやもう今日はせっかくなのでね、美味しいカニを、あ、毛ガニなら食べる、ズワイガニですから、本ズワイガニパキパキ折って食べれます。私もね小さい頃からカニ大好きで、こうあのホシホシするのも楽しいですよね。全部父に任せてましたけど私はね食べる専門だったんですよ。そう、なんか手がね痛いからとか言ってパクパク食べていたんですけれども、大人になってねいっぱい剥くようになりました。はい、こんな感じです。カニの天ぷらはお店で食べられる、カニ詰めフライ、あ、フライも美味しいですね。さあ皆さんとカニトークしておりますけれども最近食べてないなという方はね、ぜひご検討よろしくお願いします。はい、さあというわけで、今ちょうどね夜ご飯の時間帯ですから、こう皆さんも何か召し上がりながらご覧いただいているでしょうか。ちなみに私の今のお腹は腹ペコです、腹ペコですさあそして今ですね、 YouTube が189人という情報が来ました29人しか伸びてないじゃん。いや待って待って、そんなコメント打ってなくていいからフォローしてきてよ
伸びないと困るんだからね、私いっぱい言われてるんですから本当お願いしますよ。まあ180にこのペースでいくと全然いかないですよ。190いきました。あ、厳しい戦いだな、こりゃこりゃ厳しいな。どうしましょう、どうします。お腹すいたじゃないですよ、もうすってね一回見てください。はい、あ、2回押しました。2回押したらフォロー外れるんよ。それはね、それは外れちゃうんですよ。はい、29人しか伸びてない。いいですよ、所詮私なんてそんなもんですよ。また3人増えました。また3人増えた。いや、わからないですよ、これ。あのフォロワーさんが1000人超えたらまた楽しい企画が待ってるかもしれないですしね。検索に出にくいんですよって。ないない、食べたら増えるかも。よし、もう食べるよ、食べるよ、だって今手が離せないんだもん。さあ、そうこう言ってるうちにですね、そうこう言ってるうちにですね、美味しそうなご飯がやってきました。これ、わあ、これ、食べられるんですか。カニの炊き込みご飯ですか、これは。あとは、カニのお味噌汁。そして、あ、ちょっと炙ってあるんですか、これ。炭火焼き?ちょっと炙りガニかな。バター焼き?なんて美味しそうなんでしょうか。香りがもういいですね。カニの匂いがこの部屋中に溢れていますけれども、うわ、これ最高ですね。いやー、さあ試食していいですか。はい、じゃあ試食しちゃいます。なんかありがとうございます。いやー、なんか私年末年始お仕事頑張ってよかったーって今なんかしみじみ思っちゃいました。あ、ちょっとこれは全部食べられる。いただきます。ありがとうございます。ちょっとまずはカニのお出汁が効いたお味噌汁からいただきたいと思います。見てください、こんな飛び出てるお味噌汁見たことあります。すごい。ちょっとね、いただきたいと思います。ではいただきます。おいしい。しみる、これは美味しい。うまゆいです。静かにうなずきましたね。何のうなずきですかそれ。ちょっと恥ずかしくなっちゃいました。では他のもいただきたいと思います。ちょっと恥ずかしい、いただきます。じゃあまずはカニからいこうかな。これね、カニってほんと、これ大きいですよ、見てください。なんて表現すればいいんだろう。大きい、いただきます。たまらん、おいしい。これ美味しいですね。うわ、いやー、ちょっとこれもう一個ちょっとバター焼きもね、いただきたいと思います。バターの方はまたちょっと、あ、香りが、バターの香りがします。そしてこれね、いただきたいと思いますよ。うわー、すごい、身がプリップリなんですよね。焼いてもあのちょっとね、チリッと縮こまるじゃないですか。それでもこの伝わりますか、このプリップリプリップリな。あー、落としちゃった、ごめんねーごめんねー。さあ、あ、震える震える、いただきます。あ、美味しい。これは大変なことになってます。大変ですね、これお口の中がもう幸せです。こんなにたくさん用意してもらって、
これね、ご飯時ですよね。あ、時間はあるな、たっぷり食べますね。あ、お醤油つけて食べるのかな。そっか、そっか、そうですよね、お醤油をつけて、お好みで。じゃあちょっとお醤油つけていただきたいと思います。そういうこと、バター醤油これ。うん、何でもいいですか。何でも。これやばいですね、これ大変なことですね。大変大変、もう大変。ちょっと助けてください。いただきます。うまゆい触れないけど美味しい。これは大変ですね。ちょっと皆さん、いいでしょう。これ、もう何も食べなくてもいいや。美味しい。このちょっといただきますね。いや、まずね、プリップリなので噛み応えがある。そして噛めば噛むほど旨味が広がりますね。ちょっとカニご飯もいただきたいなと思います。そんなに乗ってることあります？なんか炊き込みご飯があっても、具材ってこうしょぼしょぼっとしてるじゃないですか。うん、さあ、ではでは行きたいと思います。はい、1本分けてくれね。もう分けたいですよ、私だって。でもね、仕事なんです。いただきますね。あー、幸せ。もういただきます。見て、こんなに。うまっ。これまたご飯と合わせると優しい味わいになりますね。美味しい。これカニと一緒に炊き込んだってことなんですかね。これは美味しいな。ちょっとカニの部分がなくなってしまうんだけど、一緒に。うわー、こんなことあります。今巻いちゃいました、ご飯。カニ巻きですよ、海苔巻きみたいにして食べていいのかな。いただきます。美味しいです。幸せ。これね、明日も食べたい。美味しい。でも、まあ、こんなに今私堪能してますけど、2キログラムもあったら明日も食べられますね。このカニのさ、お味噌汁に入ってるのも、いやー、これもちょっといっちゃおうかな、私。いっちゃっていきますよと。はい、そこでお味噌汁をどうぞ。いくじゃないですかってね、とお味噌汁の具に混ぜて、はい、ちょっとね、このカニを、なんかこうね、今近くでカメラさん撮ってくださってるんですけど、よだれ出てませんか？大丈夫ですか？あ、マスクしてるからわかんないや。じゅるりと、はい、いただきます。ちょっと、合う。もうシンプルなカニのお味噌汁って一番最強ですね、強いですね。おいしい。これ贅沢ですね。ちょっとちょっと、ご飯もいただこう。カニの身がなくても、なんだろう、おいしい。出汁がやっぱ出てるんだな、すごい。あ、画面変わっちゃった。
さあこちらね、皆さんも同じ体験をしていただきたいなと思うのでぜひこちらね購入してみてくださいね。そう、残さず食べようっていただいてますけれども、嬉しいな。さあさあ、こちらなんですけれども、本ズワイガニ足をご紹介していきました。皆さん見ていただいてましたか。このね、あのカニの、まあ、ボリューミーな商品なんですけれども、普段のお値段がですね9999円となっているんですね。まあ、これだけあればね、それぐらいするよということなんですけれども、ただ今日はなんとタイムセールで、いいですか言っちゃってなんとですね7999円となります。安い、お買い得。さあこちらね、2000円も普段よりはお安くお買い求めいただけるということで、皆さん気になったら右下のカートボタンを押してみてくださいね。どこかなと、どこかなとね、言うと、はい、こちらですよ。なんとなんと、はい、こちら一緒に見ていきましょう。この右下のカートのボタンを押すとですね、あ、商品もたくさん閲覧されてる。見ていきましょうか。はい、こちらなんですよ。こちらの方からご購入をしてみてください。このね、詳細も見ることができますね。今のタイムセールを逃すとまたお値段戻ってしまいますからね。そう、まあ、年始なんか美味しいの食べたいなという方はぜひぜひチェックしてみてください。うん、私のようにね、お箸が止まらなくなっちゃう、正月太りならぬ、なんだろう、年始太りみたいになっちゃいますけどねさあということで、カニをご紹介していきました。ではですね、続いての商品を紹介していきたいと思います。続いての商品はこちら。あー、これも美味しそうですね。海鮮串揚げ15種セット60本入りです。60本も入ってるんですか。こちらですね、海鮮串揚げとなっております。ではこちらも試食する前に皆さんと一緒に商品ページを見ていきたいと思います。はい、皆さんがねご覧いただいているこのページのもう一回右下行きましょう。ここ行きます、こっち。はい、そうしますと、ですね、海の幸なのに大和さんからの、こう商品となっております。ここでねちょっと見ていきましょう。ポン、はい、こんな感じです。ご家庭で簡単に本格揚げ三昧、お店レベルですよね。これ美味しそう。こんな感じで60本セットなので、こうご自宅でねご家族多い方も満足いただけるのかなと思います。海鮮系12種類、野菜3種類の合計15種類となっています。あー美味しそう。あー、イカオクラいいですね。へー、あ、エビもありますよ。さあ、この業務用パッケージということでね、お買い得な商品となっております。わー、これ美味しそう。さてさて、このねお値段の紹介に参りたいと思いますが、気になるお値段、通常価格は3480円なんですが、またまたこれタイムセールやっちゃってるんですよね。タイムセールで2777円となっております。3000円切りましたね。え、でもさ、60本も入ってて3000円切ってるってすごい、計算ができないですけれど、すごい安いと思いますごめんなさい、1本何算数ができないけど、そんな感じです。待って、2だから単純計算で、だからまあそういうことですよね。まあそういうことなんですよ。はい、皆さん、46円、あ、46円、安いですね
ちょっと想像より安かったです。1本46円計算だそうです。はい、というわけで私のねちょっと算数不得意がバレてしまいましたけれども、うん、タイムセールでお買い得な商品となっております。皆さん気になったらこちらの方からねご購入を検討してみてください。ではこちらの串揚げも試食していきたいんですけれど、こちらはですねあるゲームをクリアしないと試食ができないらしいんです。そうなんです、もう私思考力が皆無な状態でゲームできるのかっていう感じなんですけれど、ゲームコーナーねたくさん切り抜かれるかなどうかなと思うので、私も頑張っていきたいと思います、ね、いつもね切り抜かれているということで、これは番組の恒例らしいです。はい、ではゲームに参りましょうか。今回は私用の特別なチャレンジらしいんですよね。チャレンジする企画はこちらです。檜山さやクイズ。檜山さやクイズとなっております。ね、まあ、同期の私だからこそということでしょうか。いいじゃん、何でも知ってますからかかってこいという感じですね。よし、さあではゲームのね説明に参りましょう。ルールは全部で8問です。正解数に応じて食べられる串の数が増加するということで、全部食べられないんですね。うん、はい。ゲームクリアの場合は、ゲームねその本数がどんどん増えていくということで、はあ、大丈夫かな。うん、これは楽勝って言われてる。あー楽勝やんって。これはどうしよう、なんか間違えたらすごい批判きそう。ああもう大丈夫よ、全問正解に決まってるじゃん。ということで私の手元には今ですねじゃ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 ブルーモーメントがあります。いやもちろん私もこれ何度も何度も読ませていただいてます。もちろん愛読書ですからね。はい、そうですよ、ちゃんと正解していきたいと思います。さてさて、ではクイズいきましょうか。では1問目参りましょう。1問目こちら、檜山さやの出身地と誕生日は、おー難易度優しいですこっからいきます。私を何だと思ってるんですか、本当に何だと思ってるんですか、小牧だぞ出身が、はい、当たり前ですよね。もう4年5年の付き合いになりますから。はい、正解がこちら、水戸市生まれの10月27日が誕生日です。あーやったーあこれはねもう基礎中の基礎ですよね。皆さん大丈夫ですか、大丈夫？ 28 とか答えじゃないですか気をつけてくださいよ。はい、では第2問目いきましょうか。ね、もうさやちゃんはほら水戸のもう観光大使ですから、本当に頑張ってますよ。さあ、いきますよ、第2問目じゃじゃん、檜山さやがウェザーニュースライブキャスターオーディションで披露した伝説の特技は何ねえこれね本当に、まあ、特技なんですよね。あれから一回も聞いてないけどねえそうなんですよ、キャスターオーディション実は私とさやちゃんって連番で、私の前の番号がさやちゃんだったんですね。で私こう緊張して待ってるじゃないですか、さやちゃん の面接中会場ドッカンドッカン大笑い湧くんですよなんだこの子って。で出てきた姿は大きなねギターを背負ってましたはい、ということで正解はこちらギターです。はい、ありがとうございますもうねこの後私やりにくかったですよ本当に。いやでもそんなね前の番号の子と一緒に今も同期としてお仕事できていることが幸せです。皆さんね聞いたことありますか、伝説のギター、うん、まいですよ、上手ですから本当もう今度ね聞いてみましょうね。
さやちゃんにお願いして。さあというわけで第2問まで来ましたね。はい、次3問目こちら。檜山さやが小学生時代にしていた習い事は。ブルーモーメント呼んでる。そうね、ブルーモーメント出てきた出てきてるよ。そうでもあれあれ何個答えるんですかこれ。1個でも合ってればいい。1個でも合ってればいい。ちょっとあ、でもね、いやあのね意外、あのなんだっけななんだっけな、あのねソロバンじゃないや、あのねピアノとかそのちょっとあれ乗ってるんですよね。身体操、バレエ、バレエ、あ、え、あのね違うんです、あの文章覚えてます、あの私はたくさん習い事をしていましたっていう感じなんですよね。そう、たくさんしてたんですよ。だからわかんないよいっぱいあるよね、いっぱいあるからさ、ね、たくさんしていた、だから、あ、わかったわかった、あの水泳とかねなんですよ。そう、水泳やってたんですよねきっとね。バレエやってたかな、新体操だったかな、あれ小学校、はい、小学校時代、塾とかねソロバンとかピアノ、ピアノもやってたな確かね。そう、バレエ、水泳、身体、英会話とか、あいやとにかくたくさんやってたんですよはい、いきますよ、記憶をたどって、まあ、こんな感じでしょう。あれ、あ、ピアノ、そう、英会話、何が立ってます、ピアノ、英会話、あ、塾、ほら、あ、テニスかテニスか、全然イメージなかったな、そっかそっか。はい、ということでピンポン正解ありがとうございます。優しいですね。皆さんはいくつ分かりましたか。うん、そうですね、うんうん、私はね2個、2、3個でしたね、2個ぐらいでしたねいや、でも結構ね習い事してたっていう風にこの著書では書かれておりますはい、どんと来ましょう、次お願いします。檜山さやが小学生時代に食べたというある衝撃的なものとは何あれ何でしたっけ。いや読んだよ、読んだ、ちゃんと読んだなんかこうやって、何でしょうね、カエルとかですか、ある衝撃的なもの、いや、何でしたっけ、嫌いな食べ物は分かりますよ、あの玉ねぎとかですよね、ネギとか食べれるらしいよと言われて、はい、友達にこれ食べられる、え、そのなんか虫とかですかそういう系じゃないですよねこれ食べられるっぽいよって、春菊とかですかね、あー、あー、ちょっとコメントでくださいよ本見ました、え、本読みました、読みましたよ、書いてます、書いてますよね、なんだっけな、いやちょっとね、あの読み返さないとダメですね、ほんとね、1年前ですからこれ、あの読んだのちょっともう本当、ああ次会えないじゃん、さやちゃんにドヤ顔をしながら、ちょっとなんだろう、え、友達に、野菜ですか、じゃない、果物、やっぱり虫系、カエルとかじゃない、アヒル、あアヒル、アヒルじゃないですか、鴨肉とか衝撃的な、衝撃的、あ、
こあんが水戸だから、あーちょっと待ってごめんなさい、覚えてない、わかんない、わかんないよあ、どんぐりだ、わかったわかったわかった、どんぐりですよね。でほら、食べたことありますって聞いてるんですよ皆さんに、どんぐり食べたことありますって、美味しくなかったよって。あー悔しい、めちゃくちゃ悔しいですね。知ってたし知ってるし、そんなこと、うわ、分かりました、皆さん分かりました。ほら意外とさ、意外と皆さんちゃんと読み直してくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。檜山沙耶奈、なかなか直せない癖は何。あ、これはあれですよね、私もなんだろう、あ、わかるわかるって共感しながら読んだ気がします。休日のダラダラ。もう一個思い出す？本に書いてある。最後の一問一答の。あ、一問一答からも出るの？なんだよそれ。そんなの聞いてないよ。なんかアニメとかです、アニメ漫画じゃないですか？あー。なんか違う気がするな、ちょっと待ってしちゃう人多いかもしれない。そうなんだよね、多いよね。これはちょっと10秒だけ見ていいでしましょうか、はい、はい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 、よーい、3、はい、10、はい、9、8、7、6、5、4、あ、待って、はいはいはい、はい、はい、ちょっとこんなスルーをして、あー、なるほどね、私もしちゃうけど、あ、こっと、難しかったな、あー、これかな、やったちょっと、はい、ありがとうございます。まあね、ちょっと書いてありましたわ。そっかそっか、足を組むことか。いや、でも私もやりがちです。つい組んじゃいますよね、骨盤が歪んじゃうから直したいって本人おっしゃってましたあと3問かあ、行きましょう。続いてこちら、はい、檜山沙耶奈、中学生時代にハマっていたファッションは何。これは多分ね、私も一緒にさせてもらったので、いいですか、パパッと、ゴスロリ、やったありがとうございます。これはあれですね、優しいですね私も一緒にゴシックロリータさせてもらったので、それはね、だし本にも書いてありました、なんか通っていたお店があったよって。はい、これ皆さんも分かりましたよね、これは簡単でしょうって、はい、そう、やだ、なんかゆいちゃんにわかだったのねって言われてる、悔しいんだけど、なんかそういうやめてください、ビジネスみたいな、そうじゃない、そうじゃないですから、本当、もう次行きましょう、次、はい、こちら、檜山沙耶奈が高校時代に行ったホームステイ先はアメリカのどこ。これ、いや、例えばさ、彼氏彼女のそういうのって知ってますほら、奥さんとか旦那さんの高校時代のホームステイ先知ってますっていうことなんですよ、そういうことなんですよ。これも本に書いてあるっていうことでそうなんですよね。いや、ホームステイしたっていうのはね、聞いてました。本にも書いてあります。
どうしましょうね。ちょっとでもあれなんですよ、そのニューヨークとかそのそういうのじゃないです。都市とかじゃなくて、なんかね、あのね、なんかあれなんですよ、なんかちょっとそのね、なんかちょっとコメントで教えてくださいねえ、ねえ、はあ、あーちゃんとやって、やばい、あーこのままではもう みんなの信頼がガタ落ちだね。ケンタッキー州でしたっけ。あ、ケンタッキーなんてないか、ごめんなさい。アメリカの州だね。はい、パリじゃないよ州だけ、州はカリフォルニア州のどっかなんですけど、はい、正解も結構有名というか、よく聞く有名なところ、わかんないな、知ってるよねって言われちゃった。あーアメリカのカリフォルニアの、わかんないよあーブルーモーメントもちゃんと読まなきゃな4文字ね、あ、あい、あいおいじゃない、8文字、もうみんなあれじゃないですか、8文字と、あカリフォルニア、ま、テレフォン、テレフォンありですかテレフォンありですかねえ、ちょっとこれ本当に、はい、コメントで助けてもらって、さっきから見てるんですけどあーあー悲しがるよね、もう逮捕してください、本当結構正解出てます、出てます、あーちょっと待って待って、コメントが、はあ、もうなんか最近で一番落ち込んだあーテレフォン、あああれ、はい、ちょっと皆さんのコメントからこれで、ああもう無理、明日、もう私明日から出演したくない、もう無理だ、もう無理だ、もう無理だ、どうしよう、怒るかな、はい、次行きましょう、次最後の問題、ね、はいこれ難問です。木山さんが中学時代、ホームステイのホストとして迎え入れた女の子はどこの国から来た私やり直しますスイスだったかな、違うな、いやポーランド、あーもうダメだ、もうもうダメだ、頑張れってもらってる、身近、なんかさ近くにいるからってすごい安心してましたなんかいつかは離れてっちゃうんですね、なんかちゃんとこれ毎日抱いて寝ますもう無理だ、もう無理、もう無理、どこでしたっけ、ここですか、あ、ブブーだ、ハン
ガリーああハンガリーハンガリーだよーって来てる。わあもう悔い改めますね。出家するって来てる。出家するかもう無理だ。おさやにカニ買っていくか。私もカニ買うかはいはい、というわけで、あーすいませんねあれ何問正解でした私。6問正解なので、はい、ズルを使ってねじゃあ15種の串6本食べていいですか。そうなんだ。あー8本いけたんですね。ありがとうございます。はい、というわけで、スタッフさんの優しさもあり6本いただけるということなので、皆さんも一緒に、はい、見ていただきたいと思います。さあでは気持ちをね切り替えて美味しくいただきましょう。エビ枝豆っていうのがありますよね。エビ枝豆がね、多分これなんですよね。さやちゃん枝豆好きなんでこれいきましょうか。私がエビ大好きなんでね、エビ枝豆をまずはいただきたいと思います。すごいサクサクだ。これちょっとお醤油をつけて、あソースか、ソースをつけて動揺してるじゃん。はい、ソースをつけていただきます。おいしい。アジフライでした。さやちゃん美味しいよ。書いてる順番じゃないです。わかりました。ありがとうございます。美味しい。さあということで、なるほどですね。はい、アジフライをまずはいただきました。美味しかったな。いい音、ほんとサクサクですよね。サクサクのフライで、でもちゃんとしっかり海鮮の味がするのでもう美味しいですでは続いてですね、どうしようかな。あ、じゃあオクラいただこうかな。イカオクラフライをいただきたいと思います。これですね。はい、いただきたいと思います。じゃあこれはお塩でいただきます。ちょんちょんちょん、見てくださいこのカリカリ感。いただきます。おいしい。サクサクですね。これをお家で食べられるってすごい美味しい。嬉しいですね。私オクラ大好きなんで嬉しいです。これはビールも飲みたいしハイボールも飲みたいですね。お酒が進みそうです。うまよい悲しみのうまゆい。あと4本ですね。3? あと3本。え、6本って言ったじゃないですか。あれ5本って6問正解で。あ、6問正解で5本。あ、そうなんだ。辛い、もう辛い。なんかこんなに。でもなんか、そうですね。なんかこの悲しい心をこう元気づけてくれる揚げ物ですね。次エビに行きたいと思います。エビ美味しそう。エビはどうしよう、ソースをつけようかな。
ちょんちょん食べてね、元気出しますよ。おいしいな、いただきます。うんうん、うんふーん、エビプリプリ、うん、うんふーん、もうお酒飲みなよってやっけ酒になりそうあ、おいしい、うん、うん、おいしいです。あの、うん、ここで YouTube ですか、うん、なんとですね、 YouTube 登録者数が225人ということで、おー、ありがとうございます。伸びてますね、嬉しいです。コメントもたくさんいただいてますね。なあ、やけ食い、やけ食いって言われてる。よし、食べるぞ食べるぞ。じゃあ待ってください、これはなんだろうな、このね、この2つのが気になる。あ、これは多分イタヤカイダス、カイダスすね、カイ、ん、カイ、違いますね、カイ、カイこちらですね、カイいただきたいと思います。すいません、カメラさんこっちです間違えちゃった。これですね、せっけイタヤガイ福祉、いただきます。じゃあこれね、海鮮お塩でちょんちょんちょん。あれ、私あと2本ですね、いただきます。うん、うん、うん、海鮮いいですね、うん、おいしいです。あのホタテもすごいプリプリ、まあ、ちょっと、ごめんなさい、貝がね、あのプリプリなのですごいおいしいですうん、うんふん、皆さんのコメントも、ボリューム満点ですね。これで、うんと5本並んでて、15本でしょ。で、60本も来るってことは、このセットが、うんと4回、なるほど、すごいですね。はい、これ完食仕上げ15種セット60本入りが今ね、ご紹介しているんですけれども、じゃあ最後は何いこうかな、最後ですからね。じゃあエビ枝豆、今度こそエビ枝豆いきますよ、さやちゃんに思いを込めて。はい、枝豆好きですから、彼女知ってます、皆さん枝豆好きなの知ってますか知らないですよね。そう、私はね、知ってるんですよ、彼女枝豆をね、好きなので、あのニックネームにもなりかけたんですよ、うん、はい、いきますよ、いただきますうん、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 イカが、イカがたくさん入ってます。で、今つぶつぶを探したんですけど、枝豆も味、うん、多分合ってますよ、多分合ってます、合ってます。え、もうそれ以上私を追い詰めないで。あれ、どうなんだろう、どうなんだろう。え、ちょっとこれも食べてみます確認しないで、ね、そうなんですよ、アジをさっき食べて、エビ、枝豆と、インゲンか、イカオクラ、はい、
これがエビっていうのは分かりますよね。だからイカオクラ、あ、イカオクラだったのかもしれない今ちょっとこれも食べてみますね。いいですか？確認しないと分かりません。これなんだろうな。いただきます。さっき一口で言っちゃったから。うん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 、これだ。枝豆これでした。うーん、さやちゃん、おいしいよ。うん、あ、これこそあのエビのプリプリ感がありますね。見てください、ここにほら枝豆が残ってる。これです、まさにこれです。枝豆をね、はい、食したいと思います。では最後の一口。美味しかったな。うん、うん、サックサクで美味しかったです。これこそ枝豆ですね。エビと枝豆でした。さあ、ということで、皆さんにもご紹介をしていきました。ちょっと水飲ませてください。うん、さあ、ということでですね、結構コメントは荒れてますか？いいんですよ、何とでも言ってくださいこいつはってね、何とでも言ってください、はい、というわけで、串揚げを今試食させていただきました。ありがとうございます。こちらですね、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。今ですね、タイムセールとなっているので、このサクサクの串揚げ3000円以下でお買い求めいただけます。では続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはツイッター連動企画のコーナーです。事前に皆さんからハッシュタグゆいちゃんとお買い物で、今年こそ買いたいと思っているものをお題にツイッターで募集しましたので、そちらで見ていきたいと思います。今回ですね、実は第1回目の檜山キャスターの回でこのリポートをくださる方たちの相性を決めさせていただきました。さやちゃんはね、なんと決めたのかというと、ペイマーさん、はい、ライブ TV にこのリポートをくださる皆さんのことをペイマーさんと呼ぶようになったそうです。はい、ペイマーさん、いつもありがとうございます。ではペイマーさんのリポートを見ていきたいと思います。こちら見ていきましょう。さあ、こちらですね、皆さんから早速届いている、コメントを私も見ていきたいと思います。この今黒い動いてるのが私の操作ですよ。最新から見ていっちゃっていいですかね。どう、いいかな、いいですかね。はい、あ、加湿器買う、いいですね、今空気乾燥してますしね。今年こそ買いたいのは Mac の新作。おー、パソコンね。今年は昨年よりも多く買いたいです。動揺しまくりと、どういうこと私のことですか？さやちゃんにわかわくさ、ビジネスじゃないお買い物の話してくださいそれは私が大反省ですけれど、はい、今年こそ買いたいものはナイトビジョンカメラが欲しいです。おー、夜も綺麗に映るんですね。これはいいな。なんか動画をね、たくさん撮りたい人はこれいいかもしれないこんなに拡散されていて今年こそ欲しいもの、レンズかな。この間壊れたので。おー、カメラのレンズもいろいろありますからね。鳥さん用っていうのもあるんだ。え、80万高いですね。でもね、この方鳥のこうアイコンになってるから、またレンズを変えたら楽しい撮影ができるかもしれない。今年買いたいものはお金では買えないもので、自信です。おお、自信を持っていいと言われたけど、自信を持てず成長もできず。あ、そういうね、年もありますよね。今年は、今年こそいい年にしていきましょう。スマートウォッチ買いたいです。年末から走り始めたし、おお、
うん、走る方はスマートウォッチいいって言いますよね。お、カニね、え、なんかこの頃は何も知らなかった私あ、チャンネル登録しました、ありがとうございます。あ、こっち見ればいいのか、いいのか、はい、ライブ配信中。お、メガネを買い替えたい。あ、いいですね、これはね、メガネ、そうなんですよ、私も昨年買っていいですよ、生活の質が上がりました。やっぱりこう無理してたんですよね、目に負担かからなくていいなと思います。これ後であの商品もお教えしますね、ジーンズさんだったかな確か。そう、そんな感じで、あ、日本酒のぐい飲み、ぐい飲み、この湯飲みみたいなんですか、これいいですね。カメラレンズ、あ、カメラ系人気ですね。電動アシスト自転車、あー、これも欲しいな、いいな。私もね、自転車今見てるんですよね、ちょっとこうママチャリっぽいの乗ってるので、なんかいい自転車欲しいななんて思ったり、マニアックなものでごめんなさい。あ、スノーボード、あー、いいですね、まだウィンタースポーツできますからね。今年こそジョジョデビューしたいです、読みたいなと思いながら何十年。あー、漫画もこれ集めると多いですけど、でも大人買いしてもいいんじゃないですか。うん、私はね DVD から入ったんですけど、そこから漫画も読むようになりましたね。でもね、全巻読めてないです。うん、今年こそ買いたいと思ってるのはリゾート白神の列車チケットです。日本海がこんなに綺麗に見えるんですね、轟駅、へー、列車のチケットってなんか夢がありますね。今年こそ買いたいのは本棚、夜と霧、これは何、夜と霧って何、あ、本ですか、 ありがとうございますさあ、そしてクロスバイクでサイクリングを楽しむようになり数年、パーカーなどカジュアルな格好で乗っているので、今年こそはサイクルジャージとスポーツサングラスを買い本格的になろうかと思っています。あ、いいですよね、私もあの何か始めるときはこう格好形から入るタイプですあったらいいもの、トースター、いいですね、キッチングッズもいいですよね。写真はサンライズ瀬戸という寝台列車ですが、時期が合えば瀬戸大橋から朝日を見ることができるみたい。わー、列車のチケットっていう方2人目ですね、なんかいいな、列車のチケットこうハイプレゼントってされたら嬉しいですよね。PC オーディオ買って引き込むライフを充実させたい、なんかそういう機器が充実すると生活の質も上がりますよね。自転車がいいなぁ、わ、朝日屋さんの極みコロッケ美味しそう、7年待ち、32年待ち、そんな人気のお店なんですか生きてる間に食べたいですよね、今年買います、ぜひぜひ逃さないようにしてください。これ朝日屋さん、私もちょっとチェックしてみますね。自転車という方が多い、世界遺産の番組やスポーツ、あ、テレビを買いたい、テレビも大きな買い物ですからね。ネックスピーカー、あー、ネックスピーカーなんてあるんだ、テレビの音ってあれですよね、こう家族になんかうるさいって言われても自分は大きく聞きたいですもんね。茨城県産あんこう鍋、あ、美味しそう、私もね、あんこう鍋食べてみたいんですよ。そう、茨城行ったらいつかね、食べたいです。あ、これは何、時計ですか、素敵ですね、船舶の免許取る、あ、資格、なんか素敵ですね。家庭用プラネタリウム、あ、これ私も欲しいかも、
欲しいですかもね。なんか夜寝る前に癒しの時間を作りたいですよね。キャンドルを焚きながらプラネタリウム、あ、いいかもしれない。そうそうそう。あとは、あ、ドライヤー、ナノケア、これいいですね。これはいいですよね。そうそうそう。圧力鍋、あ、私も圧力鍋欲しいな。なんかお料理が簡単にパパッとできますよね。煮込み料理、なんか手間がかからなさそう。ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、あ、電動歯ブラシ私も買いたいですね。さあ、ということでノートパソコン、いいですね。皆さんのコメントをゆっくり読ませていただきました。さあ、ということでたくさんの、ね、コメントありがとうございました。はい、というわけで私もね、見ていきたいんですけれども、続いては、はい、続いてはですね、さて、ここからは私が個人的に気になるものを探していき、前、その前、失礼しました。さて、続いてのコーナーは実際にアプリでお買い物をしていきたいなと思います。はい、今ね、ちょっと皆さんのこうコメントを見ていたら、私もあの買い物欲がちょっと上がってきました。あれ欲しい、これ欲しいって出てきたんですけれど、さあ、実際にですね、私の後ろの棚に飾るものを探していきたいと思います。これですね、各キャスターの個性が出ているものが揃ってきました。まず初回がさやちゃんのアンコウの着物、アンコウですよね、アンコウ、はい。で、次がリノンちゃんのハリネズミ、かわいい、あ、小林さん、はい、いや、リエナちゃん、あ、2回目、2回目がリエナちゃんのワンちゃん、これね、バレエをしてる犬だそうです。リエナちゃんね、バレエしてたから。さあ、そしてリノンちゃんですね、ハリネズミ下向いてるけど可愛い。次がウッシー、これはユッキーですね。そう、ユッキーです。そしてこれがちっちゃいね、ちっちゃいですね、サイズ感これですよ、これちっちゃいけど、これはあのみーちゃんのお買い物だそうです。はい、みーちゃんのね、うさちゃんのお着物。さて、私はどうしようかなということで、実際にですね、アプリを操作していきたいなと思います。どんなものがいいですかね。なんかあの、私ってやっぱり分かるものがいいですよね。なんかあの、例えばキャラクターとかってどうなんですか。あのアニメのキャラクターあんまり良くないのかな。そうですよね。何がいいと思います皆さん。うさぎおやつ、うさぎグッズ、うさぎ置物、これみーちゃんですね、全部みーちゃんですね。コアラ？あ、じゃあちょっとコアラのね、お着物を探してみようかな。コアラのマーチじゃないよね、コアラのぬいぐるみ、あ、かわいいのありそう。私ってそう、コアラの絵文字で皆さんにね、あの送っていただいてるんですよ。コアラのマーチ出てきた、あ、かわいい、萌え萌えコアラのぬいぐるみだって、かわいいじゃないですか、これかわいいですね。ちょっと候補、こっち、あ、ギュッとしてキュン、甘えんぼコアラ、おしゃべりしてくれるんだ、これいいですね。なんかただいまって言ったら、おかえりって言ってほしいですね。なでのでしたらほっぺが光るよ。ちょっとでも予算オーバーかな。プチマル、あ、大きい、ちょっとこれは結構足が長いからな。なんかちょっとこうブッとしてた方が可愛いですよね。でもこれも可愛い。でも最初のがすごく可愛いですね。
どう思います？どうでしょうか皆さん。コアラのマーチも面白いけど、あ、なんかこれも可愛い。これ何？コアラさんのこういうの可愛いですね。好きだな。ちょっとねコアラもいいんですけど、私はイクラも大好きなので、イクラちゃんのイクラの醤油漬けじゃなくてさイクラのなんかぬいぐるみとかないかな。はい、イクラのなんか軍艦、あ、かわいいかどうです。あ、でもあんまりないんだね。じゃあコアラにしますか。なんかこれも可愛いけど、あ、ちょっと間違えちゃった。これ可愛いけど、まあまあまあコアラにしますか。はい、じゃあお気に入りの方から、これかな、コアラの萌え萌えぬいぐるみ。あ、可愛い。可愛いですね。どうです、これにしましょう。これカゴに入れます。ポチ、はい、カゴに。あ、ちょっと選択してもらって。選択ですね。はい。はい、カラーとサイズ。はい。はい。カゴに入りました。嬉しいですね。さあ、決まったところで私がね、こちら、まあ、購入したいと思います。スタッフさんに買っていただきます。届き次第実物お披露目となりますので、ハッシュタグゆいちゃんとお買い物をつけて、この番組が続くように祈っていただきながら、ぜひ皆さんの SNS で番組に関する感想などつぶやいてみてください。では、はい、あ、ライブ TV チャンネル登録者248人、お、100人増えたんですか。100人近く。こなみな拍手。1000目指すは1000ですよ。全然届いてないじゃないですか。なんか帰れない気配が。はい、帰れないです。ちょっと無理ですね。皆さん力を貸してください。もう本当に。さあ、ではですね、ここからは私が個人的に気になるものを探していきたいなと思います。皆さん、私のネットショッピングを覗いている感覚でお楽しみください。こちらもですね、実際に5000円以内であれば買ってもいいということなので、本気で探していきたいなと思います。それでですね、どこだっけな、画面の右下からでき SNS のシェア数によって皆さんが追加されたりもするようなので、ぜひ拡散もお願いします。どこかというと、ここですね。はい、ここで拡散していただけると、そのね、シェア数が予算に反映されるみたいです。はい。というわけで、あ、おさやへのお詫びをし直って書いてるんだけど、あー、そうですよね。何がいいと思います。でもね、そんなので怒らないですよ。彼女は優しいからね。でもちゃんと読み込んでねって。さあ、番組登録者数伸びしろしかありませんね。さあ、ここでお買い物頑張っていきたいと思います。楽しんでいきたいと思います。ちなみにですね、前回は時田キャスターはこのコーナーでミッフィーのぬいぐるみ、ミニマンハッタンのドーナツ、福岡の名物らしいです、あとは飼っているうさぎちゃんのおやつを購入したそうです。なるほど。あ、 YouTube 登録したよ、ありがとうございます。どうしましょうね。じゃあここで探していこうかな。あ、これで合ってますかね。合ってます。それでは、それでは、これ本当に普通にお買い物していいんですね。なんかね、あれなんですよ、私去年、一昨年あたりから
サウナに通ってて、まあ、通ってるって言ってるほどではないんですけど、サウナハットちょっと検索してみよう。おお、そう、サウナハットがすごい欲しいんですよね。あ、これいいね。あ、そうそう、 なんでかっていうと、あの髪の毛が傷まないように守ってくれるんですよ。そう、あ、良さそう。超還元セレクト、なんかすごいこれ良さそう。どれにしようかな。どれがいいと思います？ちゃんとね、被るのであればちゃんとこう深めがいいな。今治タオルいいですね。あ、パンダがついてるのかわいい。サウナニスト整うパ、ちょっとこれね、予算によってはあれですから。はい、これもなんか良さそう。うん、これもいいな。くすみカラーかわいい。はい、ちょっとこんな感じでやってみました。次はなんだろうな。かまぼこ、かまぼこが食べたい。かまぼこが食べたいけどあー、そう、仙台笹かまが美味しいんですけどね。あー、でもいろいろありますね。かまぼこで、なんかちょこっと食べたいですよね。あ、かまぼこセットいいな。あ、鹿児島県なんだ。ここは仙台言ってるかな。あ、あー、そうそうそう、金崎さんのね、おいし、あー、でもちょっと高いけど、高いっていうか予算の中に入らないけど、これ美味しいんですよね。そう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 、このあたり欲しい、このあたり欲しい。もう少しシェアが増えたら予算7000まで上げます。お、いいいいいいですね。嬉しい、あ、嬉しいというかシェアが増えたらということでまだ喜んではいけません。配慮バタいいですね、いいですね。うーん、やっぱりね、数が多いからその分お値段が張りますよね。あー、さっきのカニも美味しかったな。まあ、こんな感じで、はい、いっぱいありすぎて悩みますね。皆さんがなんか買ってほしいものあります？そうだな、あ、チョコレートとか見てみようか。チョコ、あー、来月バレンタインですからね。チョコ、あ、バレンタインのチョコレート、なんかかわいい。あ、チロルチョコ500円だって。これはいいですね、なんか買いたい。あ、リンツ4個、ゴディバ、バラマキ、あ、約50個だそうです。あ、でもこれ衣装室にあったら嬉しいかも。これ買おう。ゴディバのチョコを買います。リンツも美味しいんですよね。まあ、このあたりにしといて、あとはなんだろう、あとみんな何買ってんの。あー、双眼鏡とか、え、なんかね、加湿器とかも欲しいけど、あ、あれ欲しいんだった、ね、ストーなんだっけな、ストームグラス、ストームグラス買う。これずっと欲しかったんだ。そういえば、やった、思い出したよ私。ラッキーラッキー。そう、これはですね、あのその日のこう気温だったり湿度だ、気温だったかな、そのこう気象条件に合わせてちょっとね変わってくるみたいなんですよ。そう、ちょっと毎日観察してみるのが楽しそうだなと思って。あ、これこれこれ、これはもう買おう。どこから選んだらいいかな。これ、あ、本当ですか。ス
ストームグラス私すごく気になってた。あ、ごめんなさい、むせちゃった。そう、うん、皆さんここでいいお知らせです。シェアたくさんしていただいているので予選7000円にします。あー嬉しい。ちなみに YouTube は今282人。あ、もう YouTube はね282人だそうです。全然伸びないですねでも始めた頃よりは100人ぐらい伸びてますね。ありがとうございます。500人ぐらいいったらね、私頑張りますよ何を頑張るのって。でもどれ、これさっきのでいいのかな。はい、ストームグラス買います。あ、ストームグラスとあと観葉植物が欲しいだった。そう、観葉植物でなんかあれなんですよね、お部屋に1個あるんですけど、大きいのがあるんですけど、なんかそれ寂しそうなんですよね。で、私ほらズボラだから水やりも、うん、あんまりこまめじゃなくてもいいやつがいいな。なんかないかな、かわいいのがいいな。あ、サンセベリア、幸せの木、いいですね。お試し5点セットだって。あ、なんかそしたらね、こう一緒にこう皆さんとこれ選んで買って、今日はこんな感じですってできますよね。あ、これいいじゃないですか、これかわいい。うん、観葉植物を置いてね、生き生き過ごしたいですね。さあ、ということでこんな感じかな。かわいいな、こんな感じかな。うん、ストームグラスとちょっとお気に入り見てみましょうか。私の決定項目、はい、ちょっとね、皆さんのコメントも読みますか。一回画面を戻してもらっていいですか。っていうか、どうやって戻るんでしたっけ。あ、そうだった、ありがとうございます。ちょっと、ね、皆さんのコメント、はい、緑があるといいよね。うん、いいですよね。さや、さやじゃないよ多肉植物、はい、そうそう、 YouTube でね、そう、登録をしていただきたいということで出ますよ。さあ、ではお買い物戻っていきましょうか。お気に入りから4000円ですよね。コアラはさっき買ったから、まずはサウナハット、サウナハットがいいな。サウナハット2400円とマストでしょ。あとストームグラスが2640円、5000円。あ、でもせっかくだからいいの買おうかな。あ、でもな、ちょっとあれだな。で、サンスベリア、あー、なるほどね。そしたらちょっとマストから買っていきます。はい、ストームグラスカゴに入れましょう。はい、お買い物2640円なり。次にマストはサウナハットが欲しい、これにしよう。こっち、うん、ラテベージュ、あ、ベージュが好き、ベージュがいいな。 S か M かどっちだろう。 M にしとこっか。承知しました。はい、カゴに入れます。で、で今が4000円ぐらいかな。なので4000、あとはね、これ買ってみようかな。なんだっけな、これこれ、幸せの木買ってみようかな。そう、あ、ガジュマル可愛いからガジュマル買ってみよう。陶器がホワイト、はい、
これでいくらですか？あ、6,770円。300円あー、そういうことね。200円オーバーはありですか？あり？なし？ OK ですか？じゃあ最後にチロルチョコ買おうはい、お買い物決定です。ありがとうございます。さあ決まりました。私のお買い物はこんな感じです。うんうんうん、いいでしょう。いかがですか？さあ、というわけで、お買い物をしていきましたけれども、特にですね、今回これ購入していただいて、こちらも後で到着が楽しみです。はい、SNS でのシェアもお願いしたいので、画面右下のシェアボタンからですね、ぜひハッシュタグゆいちゃんとお買い物をつけて拡散お願いします。はい、ではここ行っていいですかね。まもなくこの番組終了の時間が近づいてきましたが、ここでもう一回ですね、番組冒頭にご紹介した右下のカートの商品をおさらいしていきたいと思います。ではまずはこちらです。一つ目の商品がこちら、ボイル本ズワイガニ足 2kg。 お値段は通常価格9999円のところ、タイムセールで7999円です。はい、2000円もね、お買い得になっているので、ぜひチェックしてみてください。2つ目の商品はこちらです。海鮮串揚げ15種セット60本入り、お値段は通常価格3480円のところ、タイムセールで2777円でした。さあ皆さん、気になったら右下のカートボタンからのご購入をお願いします。どこかというとですね、もう一度おさらいしていきましょうか。今番組をご覧いただいている中で、はい、ここですね、このカートを押してみると、はい、出てきますので、この2つの商品ぜひ見てみてください。さあ今日もですね、盛りだくさんな内容でお届けしましたライブ TV でしたが、皆さんいかがだったでしょうか。あっという間のお時間でしたね。いや、山あり谷ありでしたね私はとても楽しかったですけれど、もう一度この本を読み直して、私もね、一から頑張りたいと思います。さあちなみにですね、次回私にどんな商品を紹介してほしいでしょうか。皆さんのご意見をお聞かせください。いかがですかね、どんな見たいよ、こういうの見たいよという希望があれば、今コメントで教えてください。あります？なんだろう、なんだろうな、個人的にはなんかお酒とかも好きなので、こうなんかね、ワインとか、ね、ワインに合うおつまみとかもね、ご紹介したいなと思うんですけれど、さあいかがでしょうか。そう、好きなんですよね。あ、さやちゃん、全問正解できなくてごめんねでも好きな気持ちは本当だから信じてお願い、許してねあー、やめてくださいはい、許してください。さあ食べ物がいいですか。うん、あんこ、ずんだ、いくら、いろんなねコメントいただいております。ありがとうございます。ということで、ここまで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。はい、あ、ゆいちゃんってコメントありがとうございます。ゆいちゃんとお買い物ハッシュタグをつけて、切り抜きや拡散の方もよろしくお願いいたします。ではツイッターの方でもね、盛り上がってトレンド入りとかしたらね、とても嬉しいですね。さあ次回なんですが、1月23日月曜日の19時から、檜山朝芽キャスターが登場予定です何ですかその笑い。はい、お楽しみに、お楽しみに、お楽しみにということで、皆さん今日もありがとうございました。ぜひライブ TV の公式 SNS のフォローもね、よろしくお願いします。今 YouTube のチャンネル登録者数が315人です。はい、というわけで皆さんね、普段ウェザーニュースライブご覧いただいている方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。
バイバーイ。